オーケアノスは、ギリシア神話に登場するワタツみである。ティーターンの一族に属し、特に外洋の海流を深刻化したものである。ラテン語では、オシャネス、オケアヌス。日本語では長母音を省略してオケアノスとも呼ぶ。女神テテュスとの間に、三千の河川、三千の娘を設けたとされる。ウーラノスとガイアの息子で、ティーターン一族の長兄にあたる。 同じティーターンの女神であるテイテュースとの間に数三千、すなわち無数の娘を設けたとされる。これをオーケアニですという。アポロドーロスによれば、アシアー、スチュクス、エーレクトラー、ドーリス、エウルの名などが太陽の娘であった。さらに、テイテュースとの間に三千を超える過信の息子を設けたとされる。暴力を嫌う性格とされ。 クロノスがウーラノスから王位を奪った時には、ティーターンの中でも、防御に加わらなかったという。また、ティーターの巻き合わの際にも、娘のスチュクスに対し、いち早くゼウスに降伏するよう進めた。古代の世界観、ギリシア神話の世界観では、世界は円盤状になっており、大陸の周りを海が取り囲み、海流イコール王がぐるぐると回っているとされた。それゆえ、 神話において、オーケアノスの領域という言葉は、しばしば、地の果てという意味で用いられる。また、地上のすべての河川や泉の水は、オーケアノスの水が分かれて、地下を通り、地上に現れると考えられていた。ギリシア神話における世界の創造説の一つとして、ホメーロスは、オーケノアスは、神々の親、万物の始まりと歌っているが、アリストパネースは、 ニックスという黒い巨鳥が風によってはらみ、銀色の卵を産み、この卵から金色の翼を持ったエロースが生まれた時、天地が分かれたと歌っている。これらより広く知られているのは、平氏オドスの浸透期における、初期は天地界が一色端となっていたカオスイコールコントンの状態から、ガイアイコール大地の女神が生まれ、ガイアは愛の女神エロース、暗黒の神、エレボス。 甘根の神ウーラノス、海の神、ポントスなどを生み、その胸が神々の住所となったとするものである。ありがとうございます。